皆さんこんにちは。異常識な経営コンサルタント高橋貴子です。こちらの方の動画ではこの度宮崎で開催される、セミナー、こちらの方の内容についてですね、私の方から皆様にどんな講座をやるつもりなのかということをお伝えして、ぜひご参加いただきたいと思って撮っているのがこちらの動画になります。少々時間をとって聞いていただければというふうに思っております。まずですね、今回の開催の経緯が、江波先生の方がですね、たまたま私の方の講座に来ていただく東京の機会がありまして、でその時にいろいろとお話をさせていただいた中に、宮崎にもこういう講座があったらいいのにっていうお話を伺った時にですね、いいですよ、宮崎私行きますよっていうお話をさせていただいたのが、一番のきっかけです。江波先生の方とお話をさせていただいた時に分かったのが、確かに東京にはこういった、写真撮影の講座だったりとか、あとは動画ですね、そちらの方の講座は、よく確かに開催されているんですけれども、地方、九州とかになるとその機会はかなり少ないというふうに伺ってましたので、せっかくの機会です。私も出版とかをして今回全国また回っていくことにしましたので、その一環で私も上陸したことがない、南九州の宮崎ということで、今回お話を引き受けさせていただきました。普段なかなかお会いすることがない皆様と、あと地元事情ですね、そういったものも加味しながらですね、お話をしていければいいなというふうに考えています。そして、今回の講座の見どころというか、参加しどころのポイントなんですけれども、まず午前の部の方がですね、写真撮影の基礎のお話と、あとはそれが集客にどう生かせるのか、そのあたりを中心にお話をしていくのが前半の方の講座になります。で、私は基本一眼レフをメインで使っています。ただ最近のスマホはカメラ機能も非常によくできていて、手軽に、アプリとかも使ったりすることもあるんですけれども、綺麗な写真がよく撮れるようになってるんですよね。であればご自身が集客したいお客様の層に合わせた写真、まずは手軽なところで、スマホでどこまで写真で撮れるんだろうか、ここにトライしていただけるといいかなというふうに思いまして、組み立てているのが前半部の写真になります。でちなみに私の写真歴っていうのは、28の頃からですか、ほぼ22年近く、写真を扱っていて、自分の趣味の世界からもちろんスタートしています。ただ私の趣味の場合にはかなり凝り性ですので、クラシックカメラ、オールドクラシックカメラのロラフレックスというフルマニュアルの機械ですね、そちらのカメラを使ってモノクロ写真で撮り、暗室で焼きという、そういうタイプの人でしたので、そこがデジタルに移行していってデジタルも教えるようになってっていう、そういう経緯を持ってます。写真展も8回ぐらいやってますし、あとは自分自身でも電子書籍の写真集とかを出したりとか、その時に覚えた写真の知識と技能を使って自分のホームページの写真をほぼもう自分で撮ってますので、私の写真は人に撮ってもらってますよ。さすがにそこは上手に撮れませんので、ほぼほぼホームページの写真は全部自分で撮っているっていう形で来てますので、どういう風に撮っていけば人の心を動かせるんだろう、どういう風に撮っていくといいねって思ってもらえる写真ができるんだろう、そんなところをスマホを使いながら今回はお教えさせていただく、これが前半の方法になります。そして後半の方はですね、YouTube、ここも私の得意分野の一つではあるんですが、こういった形で動画を撮ることによって見ている人に理解をしてもらい、納得をしてもらう、そして信頼構築に一番近いのは実は動画なんですね。文章とかももちろん好きで読む方とかいらっしゃるんですけれども、その人の人柄とか雰囲気とか、どんな先生なんだろうっていうのを分かっていただくに一番早いのはやはり動画です。でしかももう一ついい点は、まだですね、教室系だったりとか、授業系、店舗系もそうなんですけど、動画をフル活用してる方ってほとんどいないんですよ。私、3年4年くらい前かな、YouTube 動画の戦略コンサルタント菅谷真一さんとコラボセミナーを東京の方で300人規模でやらせていただいた時に、フルマーケティングセミナーっていう名前で私の体験談とかも含めた状態でお話をさせていただきました。で動画をどう使っていったらいいのかっていう、基本ノウハウですね。深いところはたくさんあるんですけど、お時間がそこまでたくさんないと思いますので、重要なポイントを中心に、そ
して、LINE アットですね、こちらの方との活用をどういうふうにしていったらいいのか、動画は結局タイトルが命になりますので、どういうタイトルなら自然集客ができるようになるのか、そのあたりをですね、実際にお伝えしていって、あとはスマホでの実際の動画を作成と、あとアップまでのこのデモンストレーションをやらせていただきます。ですので、私のセミナーっていうのは、習ったら明日から使えるノウハウ、すぐに実践できるノウハウということを中心にお伝えしていますので、こちらの方にご参加いただいた方は、皆さん翌日からすぐに、その内容を試すことがおそらくできて、すぐにやった方がすぐに成果と効果が出ます。写真の方は少し難しいかもしれないですけど、動画の方が効果が出るのが早いかなというふうに考えています。なので、九州に私が行く機会っていうのは、こういう形で呼ばれない限りは相当難しいということと、行っても福岡が多いんですね。ですから今回の宮崎っていうのは、呼んでいただいた先生とのご縁があってということがあって成立する滅多にないレアな機会になります。そして、私の方の東京のセミナーに来ようと思う方は、基本飛行機代が往復かかります。それがなしで今回は参加できるということで、非常にお得な機会となっております。ですので、両方ともビジュアルに絡んだ、ウェブ戦略にとても重要な写真と動画っていう話の2本立てになってますので、ぜひ両方通しで参加していただくのがいいかなっていうふうに思ってます。あと、その夜の方ですね、懇親会とかがあるようなお話も伺ってますし、私はその日はそちらにも参加する予定ですので、この時聞いてみたかったこととか、根掘り葉掘り聞いていただくにも非常にいい機会だと思いますので、ぜひ両方ですね、通してご参加いただけると嬉しいなというふうに思っております。ということで、宮崎の皆さんと、5月の陽気のいい頃にですね、お会いできるのを非常に楽しみにしていますので、ぜひご参加いただけたらと思います。それではまたお会いできる日まで。